俺の看板 AWM。はい、どうも、スコリです。今回はとある配布スキンの方がぶっ壊れているというわけで、まあ、それについてね、ちょっと確認の方をしてこようかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがまあ倉庫の方にありますですね。まあ、スキンの方をちょっと見ていきましょうか。まあ、今日のですね、まあ、その方から受け取りが可能になったスキンなんですが、まあ、これですね、今回のそのイベントにて入手できるスキンなんですけれども、とにかくこれ貫通しちゃってるっていう、いろんなスキンを、この服は貫通しちゃうんですよね。はい。結構その貫通してしまうような仕様という風になっていて、いろんなスキンでですね、こうやって、勝手に映っちゃうっていうね、出てきちゃうっていう感じの、仕様なんですよね。まあ、久々に出ましたよね。この類のね、スキンっていうの。貫通しまくるみたいなね。最近はそんななかったんですけれども。まあ、マントが表示されるようなスキンだったら、まあ、貫通して表示されてしまうっていう感じの、まあ、仕様という風になってますね。はい。まあ、これでも貫通するんで、まあ、逆に言うと、あれなんですよね。まあ、重度の高い考慮ができるっていう、そんな感じにもなっていて、まあ、ある意味ね、まあ、使える存在っていう、重度の高い存在ではあるっていう風にですね、なっていますね。うん。とにかく、まあ、バグり散らかすっていう感じの、まあ、仕様という風になっておりますね。はい。ちょっとね、こちらの方を射撃場の方で実際ね、ちょっと見てみると、さらにわかることがあるんですよね。はい。はい、というわけでやってまいりました。射撃場の方ですね。このスキンなんですけれど、これ、今見えるかな？うっすらと、ね、こう見えますか？うっすらと1って書いてるんですよね。ここ。うっすらと1っていう風に書かれていて、これもともと1周年のスキンがあったんですけれど、これ同じやろみたいな感じで、まあ、使い回してるみたいな感じで言われとったんですよ。まあ、別に使い回してもいいんですよ。ね、色違いで。まあ、別バージョンで使えるんだったらいいんですけれど、ね、1っていう数字を隠しきれていないっていうね、んな感じの仕様に、まあ、現状はなっているっていう。はい。別に、色違いでもいいんですけれど、もうちょっと綺麗に消しといてもらえると嬉しいかなっていう感じの、まあ見た目なんですよね。結構がっつり見えちゃってますんで、うん。まあそういう機能っていうね。ただまあ、コーデの、まあ自由度ってのは、まあある意味高い感じの、まあスキンですので、まあこれはこれでね、まあ使えるのかなというふうに思いますね。はい。まあ例えばで言うと、黒紫系のね、スキンとかって、まあ結構あると思うんですよね。そういったスキンだったら結構まあ似合わなくもないっていう、例えばこれとかね、つけると、まあ割となんか悪くない感じの見た目になるんで、まあ、いろんな意味で、まあ、重度高いね、感じのスキンですから、皆さんね、今回配布でゲットできますんで、使ってみることをおすすめしますね。はい。今回の新しいね、イベントの方、サンプのイベント達成、このイベントの方で、まあ、ゲットできるという、そんな感じのスキンという風になっておりますので、まあ、よかったらゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、修正入らないといいですね、と、まあ、今回のフード付きマントね、まあ、フード付きのマントって結構付けれる部位が少なかったんで、まあ、付けれる部位が少ないよりは貫通しといてくれた方がいいっていうね、まあ、貫通しとけば、まあ、それはそれでね、コーデの仕様があると思いますので、うん、まあ、ままでいいんですけれど、前もね、貫通直しちゃってるんで、貫通直すためにその、つけれないその、セットっていうのが、来ちゃってるっていうね。まあ、このアイテムはこれにつけれないとか結構いっぱいあるっしょ、マットが。まあ、起きちゃってるんで、修正しそうな気もするんですよね。はい。で、次ですね、今回はかなりいいと思うけど、あと一歩、後半で何とかしてくれれば評価は上がる気がすると、5周年に対するコメントですね。まあ、初動は良かったっすけどね、まあ、それ以降がっていう感じかなという、あれですよね。毎回そのコアコードのイベントって、まあ、出落ちですけれど、まあ、出落ちになるから、まあ、最初の序盤の方にね、イベント連発して、持ってこられていたっていう、具合になっていたかなというふうに思いますね。まあ、ただその後半はちょっと微妙かなっていうね、今のところね。今の段階が微妙かなっていう、することがないんで。なんかその通常集会で報酬ゲットみたいな、そういうのないじゃないですか。前あったね。まあ、通常5位以内か補給物資の方を漁ったらコインゲットできて交換できるとか。まあ、そういうなんか、集会する意味のあるものっていうのを実装してくれると結構ね、まあ、戦闘でのそのなんか楽しさっていうのが変わってくると思いますんで。それがあるとね、いいかなっていうふうには思うんですけれど。現状はね、なんかやっぱ後半以降になると、まあ、やることがないんで。結局そのイベント始まってからすぐの、まあ、その、なんやかんやっていうね、こうしかないから、こういうことって今ね、現状ですね。それがね、なんともっていうのが、まあ、正直な印象かなというふうに思いますね。はい。次ですね、1600金券チャージってバインド金券カウントされますかと、されませんね。はい。バインド金券もカウントされませんし、まあ、その課金した時についてくる無償金券の特典ある主張。はい。そっちもカウントされないですね。優勝金券のみでのカウントなんで、まあ、書いてある額だけのカウントっていうふうに覚えておくといいと思いますね。まあ、優勝金券ってのは、その課金してダイレクトで手に入る、まあ、金券のこと、バインド金券は言わんでもわかるですね。無償金券は、それら以外の金券ですね。バトルパスの還元とか、あとは、周波数積圧の還元とか、今言いました、その、課金した時の特典でついてくる金券だったりとか、もう無償金券なんで、バインド金券以外ですね。まあ、そんな感じですね。はい。で、次ですね。こういうことに期待はしてないけれど、今回はいい方だと思うと、今回はだいぶいい方ですよね。まあ、強いて言うと、通常周回する意味が欲しかったかな。まあ、通
場でもいいし、まあ、レジャーでもいいですけれど、何やかんやその戦闘を周回する意味っていうのをね、まあ、実装すると全然その変わってくるんですよね。ゲームに対してのプレイの方法っていうのが変わってくると思うんですけど、現状そのそれを実装する気が固くなにねないっていう、はい、なんででしょうね。通常周回、まあ、周回できるゲームって基本的に中毒性あるんで、ダンジョン周回系のゲームとかもそうでしょう。なんでこういうコードもね、それがあると全然そのね変わってくると思うんですが、ユーザー一人当たりの平均ログイン時間が上がるんで、それって間違いなくプラスやからですね。まあ、そこはなんかね、固くないにする気がないっていう、まあ、そんな感じになっているんですよね。ランキングイベントは、もうちょっと俺は手こ入れした方がいいかなと思うんですね。結構やってるでしょ、ランキング系のイベント。その2週間とかの間に、まあ、このその戦闘で、こういう結果を何回出したら、まあ、その上位の方ランクインされて、で、上位のプレイヤーはなんか得点がありますよみたいなランキングイベント。あれは、その、やること自体はいいんですけど、毎日リセットじゃないと、その途中から始めたプレイヤーワンチャンないんで、期間内でランキング争いましょうっていう感じですけれど、ではなくて、毎日争うっていうスタイルでしてもらわないと、現状やる意味ないと思いますんで、ランキング系のイベント。ランキング系のイベント自体はいいんですけど、毎日リセットしないと、切りつかないです。はい。そっちで周回しようっていう風にはならないんで、なんかそこら辺はなんか、手こ入れした方がいいと思いますけど。だって1週間とか2週間さ、フルでみんな空いてないっしょ。やっぱ空いてない時間っていうのがさ、まあ少なくとも数日ぐらいはあるわけで、まあ人によっては全然空いてないって人もいらっしゃると思いますし、まあそうなってくると、鼻から参加専用みたいな、眼中にないですよっていう人が、ほぼだと思うんですよね。よりは、その毎日リセットにすることによって、毎日リセットで毎日報酬があるっていうスタイルにすることによって、あ、まあワンチャンはあるかもしれんみたいな。この日は結構するから、そこでワンチャンあるかもしれないっていう風に思われると思いますから。対象人数っていうのは僕増やした方がいいと思うんで、やるんだったら、ね、イベント開催するんだったらですね、参加できるという風に思える人が増えた方がいいと思いますんで、そこはなんか変えていった方がいいですよね。うん、まあ通常でもそうですし、メンストとか団体でもそれと結構違うと思いますけどね。で、次ですね、だんだん周年がなくなってきたようなと。そうですね、まあなんか、4周年から黒金じゃないからですね。いつもその周年スキンって言えば黒金赤みたいなイメージあったんですけれど、まあスキンの周年感っていうのはまああんまないっすよね。はい、これかみたいな感じの見た目のやつが多くて、うん、まあ、周年スキンに力入れなくなったなっていう、そんな感じの印象っすかね。まあ3周年でね、若干まあこけちゃってますからね。うん、それでなんか改善したらスキンも変わっちゃったみたいな、そんな感じっすよね。まあ現状はその、まあ、バトルパススキンとの違いがね、まあ、分からなくなってきているっていう、そんな感じになってきていますよね。うん、なんでなんでしょうね。豪華感っていうのはあまり感じないっていう具合になっていて、まあ、周年スキンだからこれっていうのもなくなりましたからね。まあ、今までその周年の重機スキンは違う機能があるっていう感じだと思います。まあ4周年もですね、あれあったですよね。初めてその7段階の、まあ、スキンが実装されたっていう風になっていたと思うんですけれど、10ですね。まあ、5周年は何もないんですよね。それが何もないっていう、まあ、あるのはシークレットぐらいかな。うん、違いがあるのは、まあ、でもシークレットはみんなが入手できるものではないんで、まあ、現状はその、まあ、スキンの違いを感じづらいから周年感ないっていう、まあ、スキン感謝そうですよね。で、次ですね。周年って今まで結構金色のイメージあったんやけどね、と。最近金色じゃないですもんね。まあ、中国人のその黒金のですね、イメージっていうのはまあ高級感らしいですよ。好きあらば黒金が好きやからですね、中国の人。まあ、なんで多かったですけれど。去年から使ってないですもんね。まあもったいないっていう。まあ去年はその周年の後に東京リベンジャーズコラボがあったんで、はい。まあそこでまあ黒金赤使っちゃってるんで、まあ使えないっていうのがありましたけれど。今年は関係ないと思うんですけどね。やるんすかね、やっぱ。第2弾、東京リベンジャーズコラボ。やるからこそ黒金をまた使わなかったみたいなのはあるかもしれないですけどね。